王大津宮代理政殿後、王大津宮は、アスカ時代に、天智天皇が、大美国志賀軍に営んだと。天智天皇6年に、アスカから大美に戦とした、天智天皇はこの宮で正式に即位し、大美令や皇后年弱など律令制の基礎となる、施策を実行。天皇保護に、朝廷の主犯となった、大友美子は、天武天皇元年の人心の乱で、 大甘王子に敗れたため、5年余りで廃徒となった。資料上は、近江大見大津宮のほか、大津宮、滋賀のととも表記されるが、本来の表記は、水海大津宮であったとの指摘もある。1974年以来の発掘調査で、滋賀県を移し、西織の住宅地で、宮の一部遺構が確認され、近江大見大津宮、西織遺跡として、国の史跡に指定されている。 最明天皇6年くだらが白木と唐に攻められて、滅んだ。和国にとってくだらは同盟国であり、国外にある防波堤でもあったため、当時の和国の政治指導者である中野大江の王子は、くだら復興を強力に支援しようと、朝鮮半島へ出兵した。しかし、天智天皇2年の白月の上の戦いにおいては、くだ連合軍は、塔、白木連合軍に惨敗し、 くだら復興は失敗に終わった。くだら復興戦争の敗北は中野大江の政権にとって大変な失策であり、国外に大きな脅威を抱えることとなった。そのため、北部九州から瀬戸内海沿岸にかけて多数の朝鮮式、山城や連絡施設を築くとともに、最前線の大財布には水木という防衛施設を設置して防備を固めた。 このような状況下で、天智天皇を6年3月19日、中野大江の王子はと、大見大津へ移した。その翌年1月、小聖日に7年にわたったが、中野大江の王子は即位して、天智天皇となった。日本で最初の律令法典となる、大見礼が制定されたとも言われる。なお、この戦都の理由は、よくわかっていないが、国外の脅威に対抗し得る。 政治体制を新たに構築するため、抵抗勢力の多いアスカから遠いオーツを選んだとする説が有力である。また、オーツを先頭先に選んだ理由については、対外関係上の危機感が強く働いていたと思われる。オーツは、琵琶湖に面しており、陸上、湖上に、東山道や北陸道の諸国へ向かう交通路が通じており、西方へも交通の便が良いためとする説がある。 日本初期によると、この戦湯には民衆から大きな不満があり、昼夜を問わず出荷があったという。天智天皇十年天皇が崩御すると、この大友巫子が大御朝廷の主犯となった。生前の天治天皇から皇太子に指名されていた大天王子は、大御朝廷に反旗を翻し、天武天皇元年6月に吉野から東国へ脱出。 美濃国を拠点に軍病を挑発して、大見へ進軍し、同年七月、大見朝廷軍を破って、大友美子を自殺に追い込んだ。勝利した大天は即位して、飛鳥に清見原の宮を造営したため、大津宮はわずか五年で廃都となった。この期間を、大宮佐と呼ぶこともある。万葉集には、柿の元の人丸が滅亡後の大見大津宮へ、訪れて、王子を忍んだ歌。 笹波の滋がの大局よどむとも、昔の人にまたも淡やもが残されている。奈良時代には、大見国の国府が、近郊の世田に置かれ、大津宮の跡地は、古神と呼ばれるようになった。しかし、平安京遷都と、ほぼ同時期の延暦13年11月8日、関武天皇の御事のりによって、大津の古障に服され、それ以降、大津地域は、京都の外交や衛生都市、 双子都市として発展していく。1895年根竜の滋賀九死被平跡を検出した西九林石大四地点日本書記や海風草、富士市家電などには、大理、旧門、大殿、仏殿、老国大、大理西戸の大倉省、浜老など宮の構造をある程度推定し許し説明が見えているが、所在地については何ら明示されていない。ただ、 根尺物語集、原稿尺書や御城寺の寺市には、大津宮西北の市が山中近泉屋に、総福寺が建立されたとの記載があり、この位置関係を唯一の根拠として、近世以来、西寄り説、南滋賀説、滋賀里説、阿納説、阿わず説などが唱えられた。1974年西寄り一丁目の住宅地の一角で、発掘調査が行われ、 初めて大理難問跡と考えられる13基の柱穴が発見された。柱穴からは670年頃の時期を示す末期、弾き変が出土したため、西木織遺跡が大津宮の遺構と断定されるに至った。住宅街のため早急な調査範囲の拡大は困難だったが、住宅の新築や増改築などに伴って発掘が積み重ねられた結果、 南門から東西に伸びる回廊を境に、北側には大理聖殿とそれを囲む一帯南側には長道院と想定される空間が広がっていることなどが判明した。移行の復元に携わった林博道によれば、大津宮は構造上、前期南馬宮との類似点が多く見出され、前期南馬宮をやや変形、縮小して造営されたものと評価されている。 西寄り地区は西側の丘陵が湖岸付近まで迫り、平地が極端に狭いため、移行の立地可能な範囲は最大限でも南北700メートル、東西400メートル程度とみられる。1979年に近江大海を継ぐ西寄り遺跡として国の史跡に指定され、一部は公園化するなど保存が図られている。日本初期には天智天皇の大海の塔、 おうみ系と表記しているが、平城系や平安系のような情報性が存在したことを示す記載はないほか、特別行政区としての教育の存在も確認できない。このことから、おうみ系とは、大うの都の意味であると考えられる。明治時代に、北定吉が情報性の存在を信じて、文献資料には見えない、大津系という語を用いて、以降、歴史地理学や、 考古学の研究者がこの語を用いるようになった。近年では、情報性の存在を否定する研究者までがこの語を用いているためその概念や定義は、極めて曖昧となり、研究に混乱をきたしている。また、JR 西日本古西線の西大津駅は、地元自治体の請願により2008年3月に、大津駅に解消されたが、大津という用語や概念をめぐりさらなる誤解や、 混乱を生む恐れが指摘されている。詳しくは、大津景域駅,駅名解消に関する議論及び、客中参照。ありがとうございます。